ども現在土曜日の8時15分ぐらいですかね。もうすでにドライビングしていまして、また必殺のぼーっと運転していたらドライビングトークを撮るのを忘れていました。現在センターを出てからですね、これはもう少しで狭山なんですかね、金剛駅の近くのワンカルとかコスパのちょうど交差点で今止まっています。あっと思って今急遽ドライビングトーク撮っています。で今日も朝からですね、8時半からジュニア入りまして、9時25分からゲストレッスン、そして11時からのジュニア強化、12時ま でその後は、ご飯を買いに行ってご飯を食べたり、ちょっとねやっぱ3レッスン前なんでもういろんなことせずにですね、ちょっとまあこのムシムシした暑い中扇風機でちょっとパワースリップ30分ぐらいですかね、パワースリップして、でちょっとしてからくまちゃんを迎えに行って14時40分から、19時半まで一気にね3レッスンやりました。で今日は、まあなんかね、8月28日までのマックの、活動に関してはなんかちょっとまあ触れてはいけないみたいな、レッスン前後はちょっとまあ気まずい感じなんですけども、まあレッスンをね、楽しくみんなやっていただいたんで良かったなということですね。ただまあ土曜日日曜日がねちょっと今後どうなるかが今全く話ができていないので、また明日時間がある時にどうするのかなという話はちょっと聞いてみたいと思います。で自分の今後についてはそうですね、まあ2週間ぐらいは、まあ、一生懸命テニスやってもいいのかなっていう風な感じなんですけども、残りの2週間はしっかりねサプリの件も水の件もガンガン動いて、で少しね成果にしっかりつながるようにやっていきたいなと。だからまあこの今のこの時期から8月の中頃まで9月しっかり活動できるように、まあなんせ無職なんで、無職というか株式会社ワールドアスリートクリエーションカンパニーの、拠点がですねちょっとなくなりますので、ちょっとまあ違う形で、活動していかないといけないんですが、まあそれをねまた新しく、まあ、構築しようとしています。だからそれが、まあ、多分大阪になると思うんですけど、大阪のねこの近辺、まあ、堺市あたりをベースに活動しながら、テニスに関しては堺市ベースですかね。あとはサプリなんかも全国展開と、それからまあ世界海外なんで、まあ、この辺をうまくちょっと組み合わせて活動できるようにしていきたいなと思います。やっぱりねもう少しこう自分の、まあ、腕を試していきたいなと。だからワックではそこそこだったんですけども、まあ、一旦外に出た時に自分の力がどの辺までまだあるのか、ちょっとこれも、ね、チャレンジしていきたいなということもありますし、まあ、新しいその食品系とか飲料キャンプ系の、まあ、ビジネスもね、これからどんどん始めていきたいと思いますので、そうやって活動しているうちにサプリだけじゃなくてね、まあ、サプリというかグミだけじゃなくて、まあ、ドレッシングとかあと、まあ、ジャムとかそういう食につながる何かも、構築していきたいと、まあ、頭の中にはあるので、実際作ってくれそうなところも見つかってるんで、まあ、まずはグミから成功させて、まあ、次々と展開していきたいなというふうな感じで動いています。
まあ、なんせ今はまだね、ワックのテニスやってますんで、まあ、そっちをメインに頑張らないといけないので、まあ、空き時間に、今後の活動について取り組んでいきたいなという感じですね。だからそろそろちょっとね、ハードワーカーとの、まあ、今後の、施設をどのように引き継いで受け継いでくれるのかっていうのをちょっとだけ、あんまりその口出ししてもしょうがないんで、まあ、ちょっと心配というか、ね、しっかりサポートできるように動きたいなというふうにちょっと考えています。だからまあ多分ちょっとまだ全然ね考えてないんですけども、まあ、フローラフィットネスという、サークルかなんか作るのかな、ワールドアスリートクリエーションカンパニーのテニス部門をフローラフィットネスサークル、サークルを作って、まあ、月2週間ですね、そのサークルで活動するというような、まあ、サークル部員みたいなものを作っていこうかなという感じなんですよね。でフローラフィットネスグミはまたフローラフィットネスの中のグミですし、フローラフィットネスドレッシングとかね、フローラフィットネスジャムみたいな、なんかそういう感じでいろいろ取り込んでいきたいので、サークルを作った時に、まあそれはもうテニスがメインなんですけどね、なんかちょっと違うこともみんなでできるようにやっていきたいなと思うわけですね。まあどうなることやら、まあでもまだまだね、気持ちも体も若いんで、がっつりやっていきたいなと思います。もちろんそれは全てジュニアのサポート、大会の、主催とかね、あとジュニアのスポンサーになるためのサークルであったり、グミであったり、フローラフィットネスウォーターとかね、水であったりドレッシングであったり、全部が、そこにつながっていくようにちょっと頑張りたいなと思ってるので、まあとりあえず言うのはただなんで、まあ、早くね、億万長者になって、いろんなサポートしていきたいと思います。なれるかどうかはちょっとわからないんですが、ちょっと気合い入れてやっていきたいと思います。まあ、これまではもう本当にね、利益考えないで、とにかく、まあ、接する方というか、ワークに来てくれてる方に関しては、まあ、至りに尽くせりな環境をしっかり作って楽しんでもらう。でジュニアに関してもとにかく、まあ、ワックでテニスがしたいというね、ジュニアに関しては一生懸命やらせてもらって、で望む姿にしてあげたい。プロになりたいんだったらプロになるための活動をすればいいし、まあ、ただメインはやっぱりね、世界で活躍できる人材育成なんで、やっぱテニスやるんやったら世界に飛び出してもらいたいな。まあ、その第ワックの第一陣としては、まあ、エビスがいたり、世界行ってますからね、アメリカ、まあ、アメリカは世界がアメリカだけではないんですけど、まあ、まずは、まあ、世界の中のアメリカ、ジュニアに関してはフロリダの遠征が入ってきたりね、まあ、思いが形になりつつあったんですけども、まあ、でもそれもやっぱりもうギリギリのラインで、ね、やるしかなかったんで、もっとこうよし行ってこいと思い切ってね、できる環境を作りたいなと、まあ、そのための、まあ、本当は施設だったんですけども、ちょっとそういう理想と、まあ、目標が今一致してないので、まあ、一気にそれを、今度は利益を求めて、とにかく、サポートスポンサー全部できるようにちょっと頑張っていきたいなという考えで、今日も一日頑張りました。
ということで、また明日もね暑くなりまして、まあ、朝からでも外部から最近練習来てくれることが増えてるんですよね。明日も中学校3年の女の子が来てくれたり、あと、まあ、高校1年生の男子もね金曜日に来たんですけど、明日も来てくれることなんで、ちょっと少しずつ外部のジュニアが増えてきてるんで、ちょっとまた少しずつ最初はスポットでもいいんで、どんどん増やしていきたいなという感じですね。まあこれはもう私じゃなくて次のね、ハードワーカーやっぱりジュニアになりますんで、しっかり練習環境を作ってもらって継続で来てもらえるようにすれば、やっぱり施設も運営しやすくなりますんで、だからどん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 ね、もう紹介の紹介で、ただまあ9月からどういう形でやるかっていうのは結構勝負だと思うんで、まあここはねちょっと気合い入れてハードワーカーもやってもらいたいなという感じです。ということで、もうすぐね家の近くになりますので、今日はなんか満月ですね、これ満月ね。明日も暑くなると思うんで、今日は何リットルぐらい飲んだかな、最低でも4リットルぐらい水飲んでるんで、まあ、その分出してる分もあるんで、ちょっと明日もね、ちょっと頑張ってやっていきたいなと思います。それでは。